コリン・レッドグレーブはイングランドの俳優。父は俳優のマイケル・レッドグレーブ。母は女優のレイチェル・ケンプソン。姉はネッサ、妹リン、娘ジェマも女優である。1939年7月16日、ロンドン・メリルボーンでサイレント映画のスターだった祖父、ロイ・レッドグレーブから続く俳優一家の長男として生まれる。 ウェストミンスタースクールとケンブリッジ大学キングスカレッジで教育を受け、1961年22歳の時、後に姉、バネッサの夫となるトニー・リチャードソンのプロデュースによる舞台、夏の世の夢で俳優としてのキャリアをスタートさせる。その後、テレビドラマを中心に映画にも出演するようになる。俳優一家に生まれたものの、父マイケルは、 もちろん、アメリカの舞台や映画、テレビドラマで活躍している姉、バネッサや妹リンに比べると、国際的な知名度は低い。1962年に、元モデルのディアドリ・ハミルトンヒルと結婚し、息子ルークと娘、ジェマを設ける。後に、ルークは撮影日誌に、ジェマは女優となる。1981年に離婚すると、1985年に、 女優のキカ・マーカムと再婚。二人の息子・ハーベイとアーデイを設ける。姉・バネッサ同様に、政治活動に、積極的で、特に左翼の労働者革命党において強い、影響力のあるメンバーだった。2004年には、バネッサと共に平和新歩党を結成する。2010年4月6日、前立腺言により死去。ありがとうございます。